ホーチミン氏は、ベトナム社会主義共和国の南部に位置し、同国最大の都市であり、東南アジア有数の世界都市でもある。市街中心部の旧称は、サイゴンである。ベトナム国民の父として親しまれる人物である。ホーチミンと、音韻弁別するため、通常は、ホーチミン氏または、ホーチミン式と呼ぶ。旧名は、サイゴンであり、現地では今なお、サイゴンという表現が、 様々な場面で使われており、都市名としては、ホーチミン氏よりも通じる。また、ベトナム人の間では、HCMC、TP、HCM と省略されることが多い。古くから、ベトナムの経済的中心地として栄え、東洋のパリと呼ばれたフランス統治時代の影響が残る街並みと、経済成長で建てられた高層ビル群と、雑多なバイク渋滞、スラム街が同居し、 アジアらしさを残す街並みである。登録人口ベースで800万人を抱える、ホーチミン氏は、ベトナム南部圏の中心として、同国 GDP のおよそ半分を占め経済を、牽引している。ホーチミン氏は、元来クメール人が居住しており、プレイノコールという地名で知られていた。プレイノコールとは、森の町、あるいは森のある土地を意味するクメール語である。 プレイノコールという地名は、今日でもカンボジア人やメコンデルタに居住する少数民族の低畜メール人によって用いられることがある。プレイノコールに北方からの近隣移民が定住するようになってから、フランス人によって植民地化されるまでは、この土地のベトナム語名はザーディンだった。サイゴン川と中心市街地年、フランス人はこの公式な名前を捨て、 サイゴンサイ GN という呼称が一般的になっていたのでフランス語で呼ぶことにした。ベトナム語のサイゴンという名前の由来には様々な議論があるがその語源は次のように分析されている。政治法という観点から言えばベトナム語の名前であるサイゴンはサイ GN という具合にに音節に分けて書くものであるしベトナム語の伝統的な綴り方はそのようになっている。ところが 空白を省略したいためか、西洋風に見せたいためか、都市名を災願や災願というように書く人もいる。ベトナム語語源説語源としてよく言われるのは、災は中国語の釈用語であり、意味はシバ、芝、丸太、小枝、イである。gn は別の中国語の釈用語であり、意味は、本来ボウ、棒、竿、樹木の幹であるが、ベトナム語では、面を意味する。この名前は、 クメール人がプレーのコール周辺で栽培していて、今でもキーマイジやその周辺で見ることができる、たくさんの面下に由来しているという説もある。別の説によると、サイゴンの語源的な意味は、声大イコール、サイとカンイコール GN であり、クメール5名のプレーのコールの由来にもなった、かつてこの町の周囲にあった背の高い木々が密集した森にちなむという。語源的には、 ベトナム語のサイ GN という呼称は中国語の名前に由来すると言われているにもかかわらず、ベトナムでも中国でもカジンはシバコンという呼称は使わない。カジンはこの街をサイコーと呼ぶ。これはサイゴンの単なる音訳に過ぎない。クメール語語源説別の語源としてしばしば主張されるのがサイゴンでサイコンの翻訳語とされるに由来するというものである。なお、 クメール語のプレイコという言葉は前述したクメール語名のプレイのコールと混同すべきでない。このクメール語語言説はベトナム人がこの地域に定住する前からクメール人がいたという背景を考えるとなかなか興味深いものではある。しかしこの説はクメール語のプレイとベトナム語のサイという二つの言葉が音声学的に全く異なるように見えることからすると前者から どのようにして校舎が導かれたのかという説明が完全に抜けている。関東語語言説さらに少数説を唱えるのが20世紀初期のベトナム人学者である VNGHNGSN である。その説によるとサイ GN の由来は関東語の名前でサイゴンの家人居住区であるチョロンにあるという。関東語の都市名であるチョロンは堤防を意味するタイゴンである。 この説は、サイゴンがタイゴンに由来するのは自命であるという。現在のベトナム共産党政府が、その指導者の名前であるホーチミンにちなみ、南ベトナムのサイゴン陥落の後、1976年に、氏名をサイゴン氏からホーチミン氏に改名した。なお北ベトナム軍によるサイゴンに対する最終的な攻略作戦の名称は、ホーチミン作戦であった。 ベトナム語の公式名は、th や nhph、hch、min であり、tp、hcm と省略されることも多い。なお、th や nhph は、漢語では、城で、市、都市を意味する。英語では、ホキミンシティと訳されていて、hcmc と省略され、フランス語では、ホキミンビルと訳されていて、hcmv と省略される。なお、 サイゴンという旧名は公式、非公式の文脈で今でもベトナム人によって広く使われている。例えば、ベトナム統一鉄道のターミナル駅はサイゴン駅、タンソンニャット国際空港の IATA コードは SGN のまま、河口もサイゴン港のまま、河川もサイゴン川のまま変わっていない。ベトナムの有名なビール商品名であるビアサイゴンをはじめ多くの企業名や 本の題名でも、救命は使われている。一般的に、サイゴンという言葉は、ホーチミン氏の中心部のみを指す。サイゴンという単語は、ハノイ氏を含む、ベトナム全国の商店の看板で見ることができる。サイゴン風や、サイゴン流といった言葉は、こじゃれた雰囲気や、モダンさといった意味を暗示するために用いられているほか、ベトナムの歴史上の人物である、ホーチミンと混同されないよう、 人物名と区別するために、あえて旧都市名の、サイゴンを使う人々もいる。13世紀の武将ちゃん、フンガオの造法地民氏は、プレイのコールとして知られる、小さな漁村として出発した。今では、市街地が広がっている一帯は、もともとは沼地であり、ベトナム人が16世紀後半か17世紀以降に、入ってくる何世紀も前から、クメール人が住んでいた。 17世紀以降には、家境も現れた。明朝の滅亡により、その維新である、陽彦道、陳上河原の率いる、約3000人50隻が、原始港南国に亡命し、ビエンホアヤミ島への入植を許可された。1623年、カンボジア王、ジェイ・チェッタ2世が、この一帯に、ベトナム人による統治機構を構築し、この一帯に干渉するほどの勢力を失った。 カンボジアからこれを引き離すため、笛の原始の統領によって送り込まれた。彼は大規模な定住により最後の拡大をもたらした人物としてしばしば称賛されている。ザーディン城と呼ばれた巨大な防板式星型要塞が築城されたが、1861年のチーホアの戦いにおいてフランス人が破壊した。ホーチミン氏はこの年をもって死の起源としている。 ザーディンの名称はザーディン賞として残った。フランスによるサイゴン攻略1859年にフランスによって占領され、1862年のサイゴン条約で現地はフランスによる高知品東部の支配を認めた。その際にサイゴンは開港し、1887年に成立したフランス領インドシナの下で急速に発展した。ベトナムがフランスにより、 植民地として占領されている間、この町はフランスの影響を受けた。そのことが、この町に数多くの古典的西洋風の建築に現れている。そのため、サイゴンは極東の真珠とか東洋のパリと呼ばれることも多い。なお、1873年に日本の岩倉施設団がサイゴンを市内見学しており、当時の安南国の様子が、 米欧海乱実記に記されている。1954年、フランス軍は共産主義者のベトミンにディエンビエン風の戦いで敗れ、インドシナ半島から撤退した。その後、サイゴンはバオ大帝が組織した政府の支配下に戻った。バオ大は1950年にサイゴンを首都と定めた。その際、サイゴンとカジン系ベトナム人の居住区域であった。チョロンは、 一つの行政単位として統合され、首都サイゴンと呼ばれることになった。1954年のジュネーブ協定により、ベトナムが公式に北ベトナムと南ベトナムに分断されると、アメリカ合衆国の影響下で、ゴディン・ディエム大統領に率いられた南ベトナム政府は、引き続きサイゴンにその首都を置いた。ベトナム戦争中のサイゴン中心市街地、その後南ベトナム軍と、 北ベトナム軍の戦闘が国境地域から拡大したことを受けて南ベトナム政府を支援するアメリカのジョンカイ・ケネディ大統領は1960年にアメリカ軍軍事顧問団の大量派兵を行う。その後の1965年のアメリカ正規軍の本格参戦によってベトナム戦争が本格化するとサイゴンをはじめとする南ベトナムには大量のアメリカの 軍事物資と資金が流れ込むが、その後南ベトナム解放民族戦線による一般人を目標的にしたテロリズムが活発になる。1973年のパリ協定締結後、アメリカ軍の全面撤退以降は徐々にベトナム共和国は劣勢に陥り、1975年4月30日にサイゴン市内に北ベトナム軍が進出し、 南ベトナム政府が崩壊しベトナム戦争が終結。この出来事は一般にアメリカ合衆国ではサイゴン陥落と呼ばれ、ベトナムではサイゴン解放と呼ばれている。その後、サイゴンをはじめとする南ベトナムはベトナム人民軍の支配下に置かれ、社会主義化されると経済活動は停滞し、これを嫌う家境を中心に難民が流出した。 1976年、共産主義の統一国家ベトナム社会主義共和国が成立したことにより、サイゴンの町、ザーディン省及び近隣二州の郊外に地区が統合され、後の共産党指導者、ホーチミンの名を冠したホーチミン氏が作られた。この時、ザーディンの名称も消滅した。今日でも、この町の都心部には広くて優雅な並木道が走り、 歴史的なフランス植民地風の建物が並んでいて、街並みに彩りを添えている。この街の中心部で最も目立つ、建築物といえば、統一街道、市人民委員会、市営劇場、中央郵便局、革命博物館、国立銀行支店、市人民法廷及びノートルダム大聖堂である。ホーチミン氏は、ベトナムで確固たる地位を占める家人の本拠地である。チョロンは、 現在では6区、10区及び11区の一部と5区として知られる一帯であり、中華街となっている。1975年以前に南部ベトナムには120万人の家人が在住していたが、そのうち110万人は西イゴンに在住し、さらにそのうち70万人はチョロン在住であった。戦争前夜には、が大量に難民として出国したため、 チョロンの過人人口は1978年には10万人にまで減少した。在ベトナムの過人人口は1975年145万人から1987年28万人にまで減少している。その後、ドイモイ政策が進むと帰国する者も,も増え、チョロンの過人人口は50万人以上に回復した。人口は700万人を超え、ホーチミン市では、 公共インフラの必要性が急激に増大している。この必要性を満たすため、市当局と中央政府は新都心を開発する努力を始めている。最も目立った事業を2つ挙げるとすれば、2区の 2TM、中心市街地と7区のフーミーフン新都心であり、日本人学校、サイゴン南部国際校、オーストラリアのオーリツメルボルン技術研究所、台湾人学校及び、 韓国人学校といった様々な国際学校が立地している。ホーチミン市は北緯10度45分、統計106度40分のベトナム島南部に位置し、ハノイの 1760km 南にある。平均海抜は 19m。サイゴン川の西岸である。北で、大ン省及びビンズオン省と接し、東で、ドンナイ省及びバリアブンタウ省と接し、西で、 ロンアン省と接し、南は南シナ海に面した長さ2 0キロメートルの海岸線となっている。ホーチミン市の面積は2095平方キロメートルであり、北は口県から南は南シナ海沿岸の関ぞ県まで及ぶ。最北端から最南端までは1 2 0キロメートル最東端から最西端までは 46km。ホーチミン市は熱帯気候で、 平均湿度は75%ある。一年は二つの季節に分かれる。雨季は毎年平均して約1800ミ、mm、リメートルの降水量があり、通常では5月に始まり11月下旬に終わる。寒季は12月から4月まで続く。平均気温は摂氏28度で、最高気温は4月下旬の正午に摂氏39度に達することもあり。 最低気温は12月下旬の早朝に、摂氏16度を下回ることがある。人民委員会長者と法治民造法治民氏は省と同格の都市である。そのため、法治民氏の政治構造は、省のそれに類似しており、選挙で選ばれた95人の評議員からなる人民評議会と人民評議会によって選ばれた13人の委員からなる人民委員会とが、 最も重要な地方政府機関となる。世界の他の市とは異なり、一人の市長が政治、執行を統括するのではなく、人民評議会議長が市の政治部門の頂点に立ち、人民委員会委員長が市の執行部門の頂点に立つ。ベトナム共産党がベトナムにおける全ての政治、経済、社会活動を指導するので、ベトナム共産党法治民主委員会初期が、 ホーチミン市で真に最高位にある指導者ということになる。中華街のジーンホーチミン市の人口は2004年1月1日、現在の統計によれば611万7251人であった。2005年連王にはホーチミン市の人口は推計で623万9938人になり、ベトナムの全人口の約7.4%と全国で 最も人口が集中する都市であった。単一の行政区画としてはもちろん、州レベルで見ても最大の人口を有している。ベトナム最大の経済、金融の結節点であるがゆえに、ホーチミン市には近年ますます多くの人々が全国各地から流入しており、人口が急増している。1999年から2004年の間、市の人口は1年あたり。 約20万人ずつ増加している。2016年の都市圏人口では1007万人であり、世界の第35位、国内では、ハノイをしのぎ主位である。多数派民族は、金属であり、約90%を占める。少数民族には、家人が8%、その他が2%。ホーチミン市の住民は、通常、英語では、サイゴネセ、フランス語では、サイガナス、 ベトナム語では、ダーンサイ・ジー・エヌ・ミンシュ・バコンと呼ばれる。金属はベトナム語を話すが、アクセントはそれぞれ違っている。南部弁約50%、北部弁約30%、中部弁約20%となっている。ジ人は、関東語、長州語、福建語、海南語、八海語を話す人が多く、普通話を話す人は少ない。 様々な階級の英語が特に外国人と接することが必要な旅行業界や商業界で話されていて、英語はサイゴン人の事実上の第二言語になっている。ホーチミン史における宗教分布は次の通りである。仏教50%、ローマカトリック12%、プロテスタント2%、その他2%、無宗教、または不明34%。 高層ビルが立ち並ぶ市街ホーチミン市は南北ベトナム統一後もベトナムで最も重要な経済的中心地である。数多くの大企業も含めおよそ30万社がハイテク産業、電気、機械加工及び軽工業に従事し、あるいは建設業や素材産業、農業製品製造業に携わっている。現在、ホーチミン市には15の工業団地及び 輸出加工地区があり、これに加えて、クアンチュンソフトウェアパーク及びサイゴンハイテクパークがある。ホーチミン市には、小規模なものを除いても171の市場、スーパーマーケットのチェーン店が10系列、高級ショッピングモールが1ダース、多数の美容復職センターがある。50業を超える銀行が何百もの支店を有しており、拠点を置いている保険会社も20社ある。 ホーチミン市には、ベトナムで、最初の証券取引所が2001年に開かれた。ドイモイ政策導入後のベトナム経済の成長に、合わせて、ホーチミン市の経済活動も活発しており、2005年には、ホーチミン市の域内総生産は推計で116億米ドル、人口1人当たり約1850米ドルになり、ベトナムの国民総生産の20%を占めた。 この域内総生産を購買力陛下により計算すれば560億米ドルに達する。ホーチミン市の工業生産口は56億米ドルで全国合計の30%に等しい。ホーチミン市の港の輸出入港は290億米ドルで全国合計の40%である。ホーチミン市は国家予算の歳入の約30%を担っている。また、 ホンダ技研工業やパナソニック、三菱重工や日本航空、高島屋など多数の大企業のほか、製造業や防衛企業をはじめとした日本の中小企業も多数ホーチミン市に進出しているほか、市内には日本の政府開発援助による建築物も数多い。ベトナム南部の交通の要所であるホーチミン市からは、ベトナム南部やカンボジアの各地に、 陸路や船便で移動することができる。国道14号線と20号線で中央高地と、つながり国道1号線で中部沿岸や北部と、つながり国道1号線と50号線でメコンデルタとつながる。メコンデルタの中心都市関東からホーチミ民市を通って7 0トル北東にある、どんな衣装、ザウザイ村までの高速道路が建設中である。 西郷駅を出発する列車ホーチミン市は、ベトナム全土を結ぶ鉄道網の南部の主要地点である。鉄道の駅名は、市名が変わった後も、西郷駅であり、始発、終着駅である。南部の最大都市であるホーチミン市と、首都ハノイは1 7 2 6トルの南北線によって結ばれている。ホーチミン駅ハノイ駅間には、毎日5本の列車があり。 所要時間は最速の SE3、SE4 で30時間、最も遅い SE5、SE6 で37時間程度である。特に美しい海岸線を見下ろしながら、ディーゼル機関車に惹かれる長い列車が速度を落とし、レールを着しませ、いくつものトンネルをくぐり走る廃盤峠越えは、圧巻である。百九十六年からは、ハノイ北京間、百九十七年には、 ハノイ昆明間を結ぶ国際列車も復活している。中華人民共和国国境までは北へ約1 9 5 0キロメートルの旅径である。タンソンニャット国際空港、タンソンニャット国際空港は軍民共用空港であり、ホーチミン市の中心街の北 7km にある。空港と市街地との間の移動にはタクシーやバスを利用することができる。 航空機利用客数が急速に増大していることや、タンソンニャット国際空港が市の中心部に近接していることに鑑み、ベトナム政府はすでに5 0トル北東のどんなイ省、ロンタイン村近郊に新しくロンタイン国際空港を建設する準備をしている。サイゴン川やドンライ川に沿って、サイゴン港、シン港、ベンゲ港、ビクト港といった多数の港がある。 河川を走行した地域に位置する河口ではあるが、サイゴン港の港行き付近でも川幅は300から500メートル、水深は11メートルあり、港湾施設のほとんどは外交船が直接入港することができる。これらの港がベトナムが1年間に輸出入する船人の40%を取り扱っている。道路バイクによる渋滞5人乗り、前の用事2名はヘルメットをしていない。 大量のボトルを運ぶバイク放置民氏の道路事情は、インフラ状態やバイクの交通量から劣悪であると言われることが多い。中には、穴だらけの通りもあるためパンクの被害も多い。この街に無数にある裏通りや路地は特にそうで、泥道と対して変わらないということさえある。2000年代に入り、バイクが、特に中国から安く輸入されるようになったため、 バイクがおよそ300万台にまで増えた。もっとも人気のあるバイクはホンダのスーパーカブであったが2020年現在ホーチミン市内でスーパーカブを見かけることは少ない。走行しているバイクは新車と思われるスクーター型のバイクが多数を占める。依然としてホンダ車が圧倒的に人気である。人気の秘訣は3から4人乗りでも長期間故障せずに 耐久性があり加えて燃費が良いことである。自動車も40万台以上あり、市内の主要な道路を埋め尽くし、交通渋滞や大気汚染が広く問題視されるようになった。かつての北京が自転車の街であるとすれば、ホーチミン市はバイクの街とも言える。交通法規の執行状況は改善しつつあるとはいえ、一方通行を客層、赤信号無視、歩道走行、5人乗り、 化石祭などは日常茶飯事である。スクーター移動が市民の主な移動手段であると同時に、経済成長に伴い、マイバッハやランボルギーニ等の超高級車も市内で見かけるようになってきている。市の中心部にはファングーラオ通り、デタム通りがあり、旅行者で賑わっている。バスバスが唯一の公共交通機関であることから、市内にバス路線網が張り巡らされている。 なお多くのバスにエアコンが装備されている。タクシー1万台のタクシーのほとんどにメーターが取り付けられ、運行中は正常に作動しているのが普通であるが、英語を上手に話せる運転手は多くはない。中には運賃を不正に徴収するためにメーターを使おうとしない運転手や釣り線をごまかす運転手などもいる。ホーチミン市内ではバイクの後部座席に客を乗せる セオムと呼ばれるバイクタクシーが多数活躍している。観光客がセオムや三輪の自転車タクシーを利用するときは運転手が乗客の安全に注意を払わない場合もあるので用心すべきである。白いビニソンと緑のメイリーンの大手タクシーグループは比較的安全とされる。ウーバー型の配車アプリも提供されており、グラブが利用可能である。 2020年2月現在の料金目安は7キロメートルの移動で10万ドンである。鉄道現在、都市鉄道と高架鉄道を整備するための財源を模索中である。チミ民主都市鉄道は2021年完成予定とされるが、完成予定の期日が毎年順延されているのも事実である。ライトアップされたチミン人民委員会庁舎他にも美術博物館、 南部女性博物館、ナロン記念館、ベンドゥオック地下トンネル遺跡がある。また、ダムセン観光文化公園、スオイティエン文化公園及びカンゾ臓エコビーチリゾートは、ホーチミン市内の3大レクリエーション施設であり、ホーチミン市を訪れる人たちの人気を集めている。フランス統治時代から営業されている、クラシックホテルや国際チェーンのホテルから、客室数が10程度の小規模ホテルまで様々な、 ランクの何百というホテルが1万8000室以上あり、その中には5つ星の高級ホテルも10軒ある。予算が乏しい旅行者にも、1区のファングーラオ通り、デタム通り、ブイビエン通りであれば、安いホテル、ゲストハウス等が簡単に見つかる。ホーチミン市には何百もの印刷業者や出版社があり、書店も多く、公立あるいは学校の図書館のネットワークも広がっている。 高知民主総合図書館は150万冊以上の蔵書を有するベトナム随一の美しい建築の建物である。他にも私立の画廊が数多く一般公開されている。市営劇場の他にも BNTH や NH&4 r BNH 劇場やランアンハング音楽堂のような素晴らしい娯楽施設がある。南ベトナム料理の他にもベトナム全土の料理を 提供するレストランのほかフランス料理や日本の寿司、テキサス風バーベキューから、ケンタッキーフライドチキンのようなファストフードまで、地元以外の料理を味わうこともできる。また近年は、市内中心部の大規模ショッピングモール内に、フードコートが多数営業している。ホーチミン市の高等教育はかなり発達していて、50校の総合大学、または短科大学が集中し、 合計30万人以上の学生がいる。その他にも重要かつ権威ある高等教育機関をいくつか挙げると、次の通りである。私立教育大学、私立経済大学、私立建築大学、私立医薬大学、私立農林大学、私立法科大学、私立技術教育大学、私立銀行大学、私立貿易大学、私立工科大学、オープンユニバーシティ。 私立体育保健大学、私立美術大学、私立文化大学、私立音楽学校。ムット大学はベトナムで現在唯一の外資系、教育組織である。キャンパスは約2000人の学生を要する。クリックヒアツービューオールユニバーシティオンザ、ベトナムマップホーチ知民市の報道媒体はベトナムでは最も発達している。最近では、同市では、 五種の日刊新聞が発行されている。主要な新聞は、サイジーエヌグヨイ・ PH ・ NG 及びその中国、5番、スポーツ版及び有刊、ベトナムで最大の発行部数を有するトゥーイ・ TR、トン・イエーン、ニー・ラオ・ディ・エヌジー、TH、タオ、エイジビジネス新聞のサイゴン・タイムズ・デイリーなどである。その他にも、30以上の新聞や雑誌が発行されている。 ホーチミンシテレビはベトナムで国営ベトナムテレビに次いで2番目に大きなテレビ局ネットであり7時から24時まで7チャンネルを放送しているホーチミンシ人民の声も南部地域最大のラジオ局である世界の主要なテレビチャンネルは2つのケーブルテレビネットによって配信され30万人以上の加入者や衛星放送受信機付きテレビが受信している インターネット環境チミ民市には120万件以上の固定電話と約300万台の携帯電話がある。インターネットは特に ADSL 接続が急速に普及しており、80万人以上の加入者がいて300万人以上がしばしば利用している。インターネットプロパイダの中でも VNPT、リトル、FPT の3社が人気があり、 ベトナムのインターネット加入者の98%を占めている。外国からの観光客がスマートフォンからインターネットに接続するには、現地の Wi-Fi に接続をするか、SIM カードを購入して、スマートフォンに挿入することにより接続可能となる。なお、ベトナムの SIM カードは、日本国内でも主にインターネット通販により購入、可能である。料金目安は、 60GB のデータ容量が20日間、利用可能な SIM カードで約300円となる。Wi-Fi 環境近年では、スマートフォン普及に伴い、ホテル、レストラン、カフェなどで通常無料の Wi-Fi が利用できる。スターバックスなど一部チェーン店では、長時間居座る客への対策として、一つのパスワードに対して1時間のみ、 ネット接続が有効でそれ以降は遮断する仕組みを導入している。ホーチミン市の医療体制は比較的発展しており、約80の公立病院、または公立医療センターと何十もの私立診療所が連携している。これらの施設は最先端の医療設備を備えている。1400床を有する病院は、日本の援助と心臓病学研究所によって医療の質が高まり、 インドシナでも最高水準の医療施設になっている。ホアハオ医療診断センターと FV 病院は、良質のサービスを提供するとともに、近代的な設備を備え、最近では外国人を含む多くの顧客を獲得している。患者は、近隣州内の各都市だけでなく、カンボジアからも通院している。ありがとうございます。